戦最後の取り組みは横綱朝青龍の兄ブルーウルフ VS 合力王ゲイリー・グッドリッチ。モンゴルの大草原から日本の国技大相撲を目指した弟は今や平成16年の世の中まさに最強伝説を打ち立てております。4歳年上の兄ブルーウルフ、新日本プロレスの期待を背負ってゆっくりとイーストゲートから入場してまいりました。ゲイリー・グッドリッチ、あの日本期待の武蔵を軽々と持ち上げたこの二の腕です。この二の腕、かつてアームレスリングスーパーヘビーウェイト級のチャンピオンの座に9回も君臨した男、この肉体。現在30連勝と無敵の弟朝青龍とともにモンゴル相撲で鍛えた肉体と技、今大会のダークホースと言われるブルーウルフ。一方のグッドリッチはかつてアームレスリング世界王者に9度も輝いた剛力王。勝つのは技か、それとも力か。こういった競技の経験のブルーウルフか、あるいは力のグッドリッチかと。そうですね、これも屈指の好カードですよね。そうですね、はい、2回戦はこれが最後の試合ということになります。この肉体です、ブルーウルフ。かなり闘志を前面に出しているこの表情、しっかりとうなずきました。いや、あの弟さんの真似してますよね。そうですね、カメラに入りましたね。あの塩を取りに行った時、さあこれで時間いっぱい、準決勝進出をかけてブルーウルフにグッドリッチ。さあどうだ、おっともろ出しになった、もろ出し、柱を使っている。グッドリッチは柱を使っている。再び深く刺した、ポール使ってますね。回しをしっかり掴んでいる、ね、さあしっかり掴んだ、どうだ、おっと土俵際、うまい、グッドリッチがうまいですよ。グッドリッチ、うまく柱を使っています。ブルーが万全の体勢ですね。そうですね、万全の体勢ですね。完璧なもろ出しで頭をつけました、さあ向こう付け、ブルーウルフ、ここからどういう技にしていくか、懐に潜り込んでおります。力入りますね、ブルーウルフは。もろだ、いや巻き替えて、あっと足を取る、足を取る、足を取って渡し込み、あっと足を取る、足を取って渡し込み、おっと審議です、審議の旗が上がっています。土俵際ちょっともつれています。技の仕掛けに関係なく先に手足をついた方が負けのバトル相撲、その最大の特徴であるボールを最大限に生かしうまく救ったグッドリッチ。果たして判定は。今結果が出ました。判定の結果、ゲイリー・グッドリッチ選手の勝利です。あ、逆転ですね。逆転のすくい投げ、ブルーウルフが寄って倒していったところ、先に肘をついている、大金星ですね。逆転の左からの救いが効いていました。ゲイリー・グッドリッチの勝ち。優勝候補ブルーウルフ、ここで敗退です。